皆様を私どもでしかできないお迎え方をいたします。それは日本語ではたった一言で表現できます。おもてなし、おもてなし、おもてなし。それは訪れる人を心から慈しみお迎えするという深い意味があります。先祖代々受け継がれてまいりました。以来現代日本の先端文化にもしっかりと根付いているのです。そのおもてなしの心があるからこそ、日本人がこれほどまでに互いを思いやり、客人に心配りをするのです。一例を挙げてみましょう。皆様が何か落とし物をしても、きっとそれは戻ってきます。お金の入ったお財布でも、昨年1年間だけでも3000万ドル以上の現金が落とし物として東京の警察に届けられました。世界各国の旅行者7万5000人への最新のアンケートでも、東京は世界一安全な街と名指されました。他にも東京をナンバーワンに選んでくれたのは、公共交通機関も世界一しっかりしていて、世界一街中が清潔とも、その上タクシーの運転手さんも東京は世界一親切だと、その生活の施設は街中どこでも感じていただけます。伝統文化にも浸っていただけます。どこよりも綺麗なブティックや世界最高峰のレストランを楽しみいただけるミシュランガイドでは、世界一星の多い数の東京、それらすべてが未来を感じさせる街を彩っています。私の働くお台場は史上初の都会の真っ只中でのオリンピック開催ビジョンの核になります。大都市の中心での初めてのオリンピック、文化とスポーツが一体となってかつてない形で響き合うようにと、オリンピックの数々の会場から会場へはファンがそぞろ歩く散歩道が結び、そこではライブや誰もが無料のイベントが催されていて、夢のような素敵な雰囲気で盛り上がります。そして訪れた方すべてに生涯忘れない思い出を残すことでしょう。